はい、では、そろそろお時間になりましたので、イベントの方を始めさせていただきます。1時から1時45分、ジーンマッパー台湾発売の裏側とアジアの電子事情を開催いたします。個人出版で9000部を超えるヒットとなったデビュー作ジーンマッパーの著者藤井太陽さんと、そのジーンマッパーの台湾版を担当された、ワンダラーのボビータンさんをゲストにお迎えして、発売までの裏側とアジアにおける電子出版事情について教えていただきます。司会進行はボイジャー代表取締役萩野正明が務めます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ボイジャーの萩野です。私の隣にいらっしゃる藤井さんです。本物です。藤井さんがここにですねお招きできるなんていうのは本当に本当にラッキーだったと思います。今回ブックフェアでもですね、ほとんど3回か4回出ていらっしゃいますよね。はい、そうです。ブックフェア本体で3回、あと裏のフェアで1つという4回の登壇することになりました。まあ各も人気 の藤井さんです。今紹介にありましたけども、まあ日本でですね、KDP を通して大変な成功を収められたということで、まあ早川からもう文庫本も出ております。後で僕今日持ってきましたんでサインをお願いしようと思ってますけど、はい、もちろん他の方もいらっしゃるのでもしお持ちでしたらサインしますのでどうぞお気軽にお声掛けください。ありがとうございます。実はですね、今回ここでこういう形で藤井さんもそれからボビーも来ていただいて話そうとするのはですね、やっぱり状況が今のその電子出版の状況、これも非常に大きな変化の兆しです。でその兆しの中のですね、重要な要素っていうのはやっぱり海外ですよ。もう日本のことばっかり言ってたらダメですよね。もうだって日本だってもうほとんどはアマゾンだとかアップルだとかそういうのに、まあ言っちゃ変ですけど侵略されているようなもんですよね。ほとんど日本の、舞台はダメっていうか、ダメっていうふうに考えるんじゃなくてですね、やっぱり海外とこれからどうやって、力を合わせていくかということが大きな鍵なんじゃないかと思うんです。で今日ですね、ここの、タイトルにもありますけども、このジーンマッパーの台湾発売の裏側、これが大事ですよ。裏側、表を言わないのがボイジャーですから、常に裏を行きたいというのがですねボイジャーの姿勢ですので、ぜひその辺を聞いていただきたいと思うんです。でちょっとですね、まあ、藤井さんはともかくとしてボビーですね、ボビーターンと私 の関係なんですけども、さっき台湾の青リンゴ編集長っていう雑誌のですね編集長だったんですよ。で僕とボビーはですね、実は台湾に僕が台湾のブックフェアに行った時にある男が寄ってきてお前をインタビューしたいって言ったんですよね。でまさか僕は台湾で私がインタビューされるって何だろうと思ったんですけど、その男がこのボビータンだったんですよ。でその後雑誌が送られてきたんですけども、これはびっくりしたんですね。ボイジャーの歴史のことごとくをですねこの雑誌に書かれてたと。でこの男はただもんじゃないなと思って、それからずっとお付き合いして、今はボイジャーの B&B の台湾のライセンスでもあるんですよ。で中国語対応なんかを全部やってくださってます。それじゃあですね、まあ、私の話はこのぐらいにして、まず本論に入っていきたいと思うんで、まず藤井さんの方からですねそのジーンマッパーに関わるお話から始めていただきたい。どうぞお座りください。はい、では紹介に預かりました藤井です。ちょっとこれから簡単にですねジーンマッパーどういうものだったかということをですね若干皆さんにちょっと駆け足で紹介したいと思います。去年の7月26日にジーンマッパーというですね個人出版を始めました。デジタルボーンの書籍として、去年から今年にかけてずっと販売続けていきましたが、先ほど紹介にもあったようにただいま販売部数が9300に届きまして、個人出版手売りの個人出版としては多分、かなり大きな数だと思う考えられます。で商品の内容なんですが、これは SF 小説です。ジャンル小説と言われる、あまりメジャー出版の中でもそれほど部数が出るようなものでもないジャンルの書籍が、去年の Kindle ベストオブ Kindle ブックス、Kindle 本で一番売れた書籍文芸書のですね1位を獲得することになりまして、非常に得意な状況であるというふうに考えております。まあ、このありがたい立場を
利用しまして、いろいろなことをやってきたんですが、その紹介もちょっと行っていきたいと思います。プロジェクトとしてはデジタルボーンとして、スマートフォンで読める電子書籍を書こうというところから始まりまして、iPhone でほとんどの部分を iPhone で執筆するなどですね、執筆の手法もだいぶ注目はされております。テキストのフォーマットなんですが、これ完全に EPUB3 からスタートするという形で進めていまして、いわゆる DTP というデスクトップパブリッシングですね、紙の書籍のプロセスを一切挟まずに完全にデジタル電子書籍という形で出版することをもう目指しました。で、EPUB3 を作成するスクリプトなども自作しまして、8フォーマット EPUB 系列で6フォーマット、あとテキストのファイル、PDF のファイルというものをですね、自社サイト、自分のサイトを含めて販売をしています。で、取り組みとしてはデジタルグッズの販売として、非常に真っ当な、ことをですね、やっていました。例えば公式サイトを立ち上げる、オリジナルドメインを取る、AdWords、Google AdWords やライアフのリスティング広告のような広告、ウェブ広告も打つ、ソーシャルネットワークで立ち上げるというふうなことをやっております。詳しいお話は明日と明後日とまたセミナー2回やりますので、その際にもお聞きいただければと思いますけど、こういう活動をするもう始める段階からですね、考えていたのが、海外への進出です。私書籍のですね、販売に携わっていたこともありまして、まあ、書店員のバイトという非常に現場というか現場では本を売るというアルバイトなんかもやっていたことありますが、実は出版社の経営チームにいたこともありまして、いかに本が売れないかということはですね、非常によく存じております。で、そんな中でですね、自分で本を出そうと思った時に、どこまで最大限ですね、小説というものが最大限日本で売るとどこまで売れるだろうみたいなことをいろいろと考えまして、いろいろな本の販売部数、過去の名作のですね、調査をいたしました。で、SF 小説として非常に有名な日本沈没なんですが、こちら多分お家で見たことがあるんじゃないですか、新書版の日本沈没、あれが280万部です。一家庭に一つあったんじゃないかと思われるぐらいの本ですら280万部で止まってしまうということがですね、発見しまして、一生に一度の大当たりをしてもそんなものかという結構絶望を感じたところなんですけど、この中でですね、やっぱりもう海外にどうにかして出ていこうというふうに考えまして、英語版の翻訳者を探していたところですね、ボイジャーの萩野さんから紹介いただいて、ボビータンさんと出会うことができました。で、これでですね、台湾反対中文ですね、のジーンマッパーを出版するめどが立ったんですが、意外なことにですね、反対中文を読む人口というのは世界でもそれほど多くはないんですね。台湾の人口は2200万から2500万ぐらい、東京圏といわれる東京の周辺ですね、のよりも人口が少ないぐらいの小さな国です。で、これに華僑、海外に出て行っている中国人の華僑の方ですね、文化大革命の時に海外に出てった方々を含めても、おそらく3000万人から5000万人ぐらいしかいないだろうという小さなマーケットです。ですが、これがですね、大化けといいますか、反対中文の台湾から、中国本土へボビーさんの力で売り込むことに成功しまして、去年の11月からですね、台湾、中国本土でも発売を開始しています。で、中国語 の、 話に絞っていきますと、反対字、簡体字両方で、まだ数百部というところではあるんですが、それでも一つ大きなステップを踏むことができました。そしてもちろんウェブサイトもですね、ボビーさんの力を借りまして、 GMAPPA のウェブサイト、実は中国語でアクセスするとちゃんと中国語 の、 説明文とかグラフィックが、出てきます。こういうですね、ウェブサイトのですね、作り込みなどもですね、協力をいただきまして、実際に作っていくことができるようになりました。購入ページなんかもですね、ちゃんと中国語で説明が出てきますし、スタッフについても私と翻訳家のウェンリーさん、の名前が、プロフィールが出るような状態になっています。もうここまでやって初めて誰が作ってるかというふうな状況になるのが分かりまして、で、作ることができたわけですね。で、実はこの私の
スタイドからすると翻訳物を出して上がってきて売ってもらっているというふうな状況なんですけど、もうボビーさんから聞くですね、台湾の状況というのがもう大変に面白くて、というのもですね、あの日本と違いまして、メジャーマーケットではない、アップルでいうと台湾っていうふうな、あのメジャーあの注力するべきマーケットではないというふうに見なされている国がアジアにはあの非常にたくさんあるんですね。逆に言うとあのメジャーなマーケットとして認識されているのは日本と中国だけなんです。その他の二十数カ国、アジアにあるたくさんの小国すべてがあの注目あの、主要なマーケットではないとみなされているあの場所なわけですね。そういうところの事情というものをですね、いろいろと聞いて、で特に台湾すごく近い国で言葉も通じる、縦書きをやっている、そういうふうなシンパシーのすごく強い国でありながら、あのアマゾンの KDP は始まらない、アップルのマーケットも開かない、コボも、来ないというふうなあの状況をですね、の中であの出版で電子出版をやっているというですね、あのボビーさんの活動がすごく面白く感じまして、私もいろいろとボビーさんのお手伝いなどもさせてもらっています。で大変に面白いアジアの電子書籍事業ですね。日本は来ました、あの電子書籍元年と言ってもいいぐらいの、 あのマーケットを開きましたが、おそらく当分開かないであろう国で、どうやって電子書籍の使うのをどうして電子書籍をやっていくのかというところまでですね、含めてボビーさんのお話をちょっと皆さん聞いてみてください。本当にあの興味深いお話がたくさん聞けると思います。ではボビーさんどうぞ。皆さんこんにちは、台湾ワンダランのトーです。初めて日本語で講演するので言語も用意したよ、はい、あまずはジンマパらしくの一枚から始めましょう。ジンマパのそのベトナムの風景です。まあ最初には今度のテーマアジアの電子書籍事情を聞いたときちょっと回っていたよ。そんなに広大なアジアは本当に電子書籍の楽園になるのか。私は元ジャーナリスト、 IT 雑誌の編集者です。何年前に台湾のメーカーからロシアの電子書籍事情を聞いたことがある。そこにはほぼアメリカと同時に電子書籍がどんどん展開します。ロシアの土地が広いし、気候がきつい、そして本が厚い。それで流通、習慣、利便性を対応して電子書籍は事前に広がっている。そこはアジアの電子書籍の楽園です。メーカーからの情報によりますと、サービス非常の e インク電子書籍リーダーは売上は毎年倍増しています。最初は20万台、あとは40万台、80万台、近年は100万台以上に成長した。最近のリサーチによって、ロシアの電子書籍の読者はもう2200万以上買ったよ。結構あるですよ。もう一つには、それはサービス依存のリーダーだから、大手なサービス感はないので、格別のショップから販売されるのは DRM フリーの電子書籍です。これはアメリカの事情とか日本の事情が全然違うですよ。あとはロシアはキリル文字を使っている、英語の本も読めると、国内技術から制作も容易です。しかしそのロシアを抜けるとそれ以外の国は狭くて暑くて人が多い国々はどうする。電子書籍は国境なしでもアジアでは3つの壁がありますよ。それは言語文字の壁、経済の壁、そして規制の壁。アジアの歴史は長い、言語文字も多数に存在する。私たちよく知っていたのは CJK エリア、それ以外でも多いな言語文字があります。それは楽園の道とて最初の難関です。しかもその英語のまま読める売れるのエリアもあります。言語文字以外、経済の状態も壁になると。インターネットがと端末が普及している国でなければ電子書籍は普及しない。多分この感じで、実際にはタイとアラビアは今は電子書籍の展開の国ですよ。でも電子書籍は営利だけではなく、知識の流通とか文化の保存などの目的でもある。規制の壁のは難しい問題です。例えば今年ブックフェアのテーマ国韓国、もし韓国の電子書籍事情を話せば多分
北朝鮮の話を出るではないで、政治的な圧力がある国には自由な出版できないよって事前にスルーされる。まあ、中国アマゾンには前ヶ月から Kindle を販売したが、しかし KDB がない。中国には出版の自由がないがいない。アマゾン水温は中国の出版社のみ契約している。さらに今年から KDB への中国書籍が登録できなくなった。例えばこの中国語の歌詞450。もし、はい、この一冊は私は中国語の電子版の出版社です。はあ、この本は二度とリジェクトされ、理由は今中国語をサポートしません。補足していいですか。実際にKDP っていうのはですね、サポート言語は決まってます。で、今確か8言語ぐらいサポートしてるんですが、当然それ以外の言語も登録することができました過去は。でですね、私もその方法を使って中国語版のジーンマッパーを一度登録、反対中部版ですね、ボビーさんに作ってもらったコボ、モビのデータを登録したんですね。まあ、その方法っていうのは、これは中国語の本ですよ、中国語で全部書かれてますよってことをちゃんと書いて送っておけば登録ができたんですよ。で、これポーランド語とかですね、ロシアの中でもロシア語とかみたいなものでものを登録する際に使われている方法なんですけど、この方法が中国語に関しては中国のマーケットが開くと同時に使えなくなってしまったんですね。なので、Gmapper はすごく少ない、10か20ぐらいしかないですよね、中国語の本って。KDP の中ではそういう非常にレアなところに入りまして、なので私今価格も改定ができないもの、当初のキャンペーン価格の300円相当でアップロードしたんですけど、この価格を改定しようとしてもリジェクトされてしまうというですね、非常に大変な状況になってまして、ずっと KDP だけで安売りが続いてしまっているという大変な状況が続いております。本当に開くことを心待ちにしてるんですが、共産党が共産党でなくなる日は来ないので、ちょっとここはもう諦めるしかないかなというところですね。では、売れただけで良かったですね。滑り込みで。まあ、そうですね。それは読んでくださる方が多くて助かってます。特にボイジャーで講談社のですね、本を実はAmazon で売った、Amazon じゃない、Apple で売ったんですよ。ワールドワイド でこれはなんと中国スパイの悲しみっていうですね、台湾のにいる中国にいたスパイの話だったんです。さすがに全部落とされちゃいました。そういうこともありますよね。その前には iTunes には中国に上空でサバがないよ、うん。まあ、今はその前にティム・クックさんは中国にいた後で、その時は CDN で中国につなげたよ。それで中国の 法律的に関税が直接にできる。いくつの禁書がのあるのアプリがリジェクトされて中国に販売できない。今年の話ですよ。じゃあ続きましょう。まあ、しかし規制はいつか崩れると、人々の情報の求めれる心は止まらないから、しかし何年も必要かな。まあ、例えば台湾の規制解除は今までわずか25年。これは台湾古本屋から発見した一冊、当時の禁書目録です。まあ、台湾の出版は1949年から戒厳令により、その自由が凍結されてましたよ。その発見された書籍は左翼作家の作品、赤い国の作品など、時々おかしいの理由で発見される書籍も多数ある。この世界一番長いの戒厳令の解除は1987年です。台湾の新聞と出版はそれから自由になる。まあ、海賊版もその自由があるからどんどん変わっているよ。例えば私は台湾から持ってくるのこのドラえもんは昔の海賊版です。昔の海賊版です。海賊版しても国の許可があったよ。国の許可があったよ、これ。そうですね。台湾の通関で、ですね、書籍部門のハンコが押されたドラえもんの海賊版ですね。自由化前の古いお話ですけど、よく持ってこれましたね。持って帰れますか、中国に。
まあ、しかしその自由があった後で1994年旧作編法により海賊図書は辞職したよ。その指定の時間で全部に販売できない、こんな形になる。じゃあ、まあ、その会議員解除までだから出版社廃除まで実際に12年をかけたよ。案外長い時間ではないか。まあとりあえず壁があるから破ろうか。あ、ちょっと危ないから。まあ実際には壁を破るのは端末だけには壁を破れない。壁を破るのは人です。萩野さん、そして今ここにいるの皆さん、一緒にその壁を破ろう。いや、壁はまあ経済の壁と規制の壁はちょっと難しいから、からまずは言語と文字の壁から。まあ昔の翻訳の本はやり方はこうです。もし両方が合意すれば問題がありません。しかし本を出すまでは時間はかなり長い。まあ例えば台湾の文化大臣梁鴎台のその台湾海峡1944は企画エージェンシーの文文と、まあ、この辺りはかなり苦労をかけて中国版の出版の3年後ようやく日本語版を出版したよ。おすすめよ、この一冊は。まあデジタルの時代のやり方は変わっている。住者は役者へ直接に翻訳依頼できる。自分でグローバル展開の電子書店に各言語バージョンを販売する。ローカルの電子書店はディストリビューターがあれば展開は早くなる。まあ、ジンマッパの場合には翻訳依頼から始めるとローカル出店まで販売開始はわずか3ヶ月。そして住者一人でも海外進出できる。もちろんこのチェーンの中にはマネージャーとか制作サービスとかローカルライズなどの新しい役割もこれから現れるはず。まあ、台湾と日本も電子書籍によって連携の機会はこれから増えるだろうと。私たちの集積表現が近い、まあ、今は世界中数少ない縦書きを有る国で、EPUB の制作もほぼ共通。まあ、文化もが近いため翻訳の品質も高い。まあ、もう一つには、中国の進出、世界中でも難しい。しかし台湾はその例外です。台湾はその中国進出の窓口となり得ますよ。まあ、最後はジンマパはその証明です。まあ、タレ書きとよく中国の組版に合わってる。いいですか。これ中国語の縦書きの組版って見たことがあまりない人が多いと思うんですけど、結構日本語の組版に似てるようでいろいろと違うルールがあるんですね。例えば点丸の位置が真ん中に来る、行の真ん中に来る点丸があります。あと括弧するとき、鍵括弧で始まるときも2文字開けて落とします。なので日本語みたいに鍵括弧の時だけ段落のインデントがないっていうこともないですね。ただ本当に縦書きの美しさっていうのは日本語、中国と台湾の人たちの努力によって非常に高い品質の組版ができるようになりました。でこういうですね、ちょっといけないルビー、英語に中国語のルビーなんてちょっとありえないことも、中国語でルビーって確かこっち側につくんですよね。行の後ろの方に本来はつくんですけど、ここはまだEPUB のエンジンが対応してないので日本語のように行の右側の方に書かれています。本来は左側につくべきですね。ちなみに中国語の横書きの中国語の場合はルビーは下の方に、行の下の方につきます。これもまだEPUBの帳票の表示のエンジンでは下につくルビーは実現できていませんね。まあ、そういうところもこれから台湾のパートナーたちと一緒に W3C であったりとかEPUB の策定 IDPF あたりにどんどん要望を上げていって、作っていかなきゃいけませんというところです。ただ日本語の組版の方法を使って、これだけ美しい中国語の組版ができるというのは素晴らしいことですね。下手するとこれ印刷の組版よりも綺麗なんですよね。ありがとうございます。まあ、BNB っていうのがボイジャーが開発した、まあ、縦書き、日本語の縦書きのことで必死になって作ってきたものなんですけども、まあ、これを中国語対応するっていうのはやっぱりさすがに我々の力じゃ
できないわけですよね。で、まあ、今日ご覧いただいているように、まあ、ボビーはかなり流暢に日本語を喋りますし、ちょっとおかしいところもあるけども、日本語はその辺は愛嬌なんですけども、でこういう力が合わさることによってある動きが進んでるということを理解していただきたいんですよ。何も大きなですね、会社が提携したりなんかするっていうことじゃなくて、やっぱり地道なこういう作家の存在、それから、まあ、出会いの問題で、お互いの信頼の問題、そういうことでですね、小さなものが手を組むということで物事が進んでるという、非常に力強く進んでるということの証拠じゃないかと思います。まあ、中国にはもともとルビーが使ってない、ルビーが使ってるでもその語句語の学習のためにつけてるし、まあ、しかしそのようなルビーは台湾にもそのライトノベル、ラノベがどんどん翻訳が来るのでよく使ってるよ。紙の本もよく使われる。だから電子書籍もこれが必要ですよ。まあ、最後にはその初めの問い、まあ、楽園とは思えないこのアジアはどうして電子書籍を行うとか、まあ、私の考えは読者は世界が変わる、まあ、本は力があるので、その力を広がるために電子書籍が必要、アジアもそうです。それではい、それじゃあですね、引き続いて藤さん、はい、藤さんの方にバトンタッチしてモニターを、はい、はい、もう少し、はい、そうですね、意外にスムーズにボビーさんのプレゼンテーションが終わったので少し時間が空いたんですけど、これが GMapper の EPUB 版ですね。これは OS10 の紫というリーダーで、表示しています。見ての通り非常に流暢にしっかりとした組版、例えば、横の、見出しだけ横組で、なおかつイタリック、そして縦書きの方は縦書きに入ってるんですけど、この書籍もですね、出すのにすごい苦労しましたね。まず何に苦労したかというとフォントです。中国、特に日本の日本ではですね、いくつもの日本語の縦書き、日本語の書体がありまして、であとユニコード化の波が、Windows の、Vista の頃からですね、ユニコード化の波があったために、ほとんどのフォントのグリフが統一されてます。されてないのもあります。されてないのはすごく問題になるんですけど、ほとんどのフォントで縦書き用のグリフがちゃんと用意されているんですね。例えばこの点々、3点リーダーありますけど、その3点のリーダーは縦書きの時はちゃんと縦に回転するようなグリフが用意されているんですが、台湾ので使ってるフォントはね、横に回ったままになったりするフォントがあるわけです。でしかもこのルールがフォントごとに違う。このフォントは波線が回転しない、このフォントは波線が回転する、このフォントではダッシュが回転するけど、このフォントでは2点リーダーが横に向く、でコロンを打つとなぜか縦に回転しちゃうみたいな、本当に回転、文字の回転方向の統一がもう一切フォントで取られていないという、非常に考えたくない状況ですね、本当にが起こってました。でそこでボビーさんの方に手伝っていただきまして、フォントメーカーはどこでしたっけ、台湾のフォントメーカーはそのダイナフォントとアルフィク2社がありますけど、ダイナフォントは今日本でも止まったでしょ、はい、しかし技術なら強いのはアルフィクです、はい、アルフィク、私は台湾で初めて電子書籍のためにフォント会社と契約したの会社ですよ。もう一つにはこれは明朝体でしょ、中国のフォントは例えば OS10 とか Windows とかそれが使っているのは五地区だけで、明朝体がないよ。明朝体がないならうまく電子書籍を表現するとは難しい。だから別々にそのエンベディドフォントが必要。そうです。私はそれを使っているよ。はい。なので GMAP の中国語版、EPUB 版にはですね、中国語のフォント、これがですね、エンベッド埋め込みされています。で、埋め込みのフォントがですね、使えているおかげで、GMAP の EPUB 版はどんな端末でも中国語の明朝体がない環境であってもきちんと表示ができますし、しかもそのフォントで文字の回転方向をデバッグしているので、文字の組み合わせ、例えば
あのダッシュが横にこう2本線が並ぶとか、あの2点リーダーがコロンコロンになってしまうとか、そういうこともなく、あのきちんと読める状態で、販売ができているわけです。あれあのフリーのフォントですよね。オープンライセンスのものです。そうですね、あのオープン日本でいうとこの IPA フォントに近いあの立ち位置のフォントをですね、ボビーさんの方から調達してもらいまして埋め込んでおります。ちなみに文字の字形ですけど、IPA フォントよりもかなりしっかりしたあの漢字 の, あの美しさがあります。私はかなりこのフォント好きですね。このフォントだけで8メガバイトかだよ。そうなんですよね。あのこれフォントをエンベッドする際の問題があの容量でして8メガバイトになってしまうんです。であの中国のフォントを全部あのちゃんと入れてしまうと、で8メガバイトの容量を配信できるプラットフォーム、今のところアップルとあとコボが本当は配信できるはずなんですけど、コボはまだ縦書きの EPUB3 をですね KDP から送り込むことができない状態ですので、今のところこれをプラットフォームで売ってるのは iBook ストアだけで、 Kindle の方はもうお願い表示できてくださいってちょっと祈るような気持ちでフォントを外したモビを登録しています。幸いなことにあの Kindle に搭載されている明朝体はあの文字の回転方向がこのフォントと同じだったので、あの文字の回転方向が違ってしまうという問題はあの発生しなかったんですけど、それでもやっぱり文字は汚いですね時々ところどころ文字の太さ変わってしまったりとかします。まあ、中国語には全部に全角ですよ。全角ですよ。全角。日本全角です。日本語には時々二分空きが入ると、うん、まあ、中国語の組版はそれが使ってないよ、はい。中国の本当はあの二分空きであったり、あの行頭二分空きとかもありませんし、あの焼くものを半角で詰める習慣も特に縦書きはありませんので、あの今ここまで行ったところで、あの翻訳、うん、これを翻訳された、あその先ほどちょっと出てきた神楽坂氏というのはですね一体何者なのかという興味があります。今日あの翻訳したあの、はい、神楽坂ウェンディさんですね、いらしてるんで、ちょっとあのご紹介したいと思います。本当にいろいろありがとうございました。どうぞウェニーさんどうぞ。ウェニーさん第2あと、はい、G マッパの翻訳していただいた神楽坂さんです。あのウェニーさんです。ワンダラの神楽坂です。こんにちは。ちょっと緊張していますよね。実は翻訳してもらった始めてもらった時ってあのワンダラの社員じゃなかったんですよね。あの G マップを翻訳してあので G マップの翻訳したあの中国語の権利って実は私が持ってるんですけど、これをあの出版権をあのボビーさんに渡す約束をしてまして、でそれであのウェンディさんも職を得たというか、今はワンダラの社員としてあの翻訳とあの EPUB の組版のエンジニアをやっているというふうな状態で、あの1人雇用が確保できたのかなと、あの G マパも1人分はあの人生を救えたなというところで、あの嬉しく思っているところなんですけど、ありがとうございます。実際にあの iPhone とかそういうので見せていただくってことできますか。ね、はい、あの実際にじゃあ、 あの中国でですね、ジンマッパーがあの iPhone なんかでどういうふうにあの見られているのかということを見せていただこうと思います。はい、あ実はあのこの歌詞451もですね、あの中国で絶版に台湾で絶版になってたあの書籍をボビーさんが復刊、あの電子復刊することに成功しまして、あの歌詞451って多分ご存知の方も多いと思うんですけど、あの文書を扱った書籍ですね。あの政府の管理統制によって本がなくなった時代なんですけど、あの政治と関係なく歌詞451は台湾であの絶版になってしまいました。売れなかったからです。それをですね、あのボビーさんと、まあ、私もちょっと出資してるんですけど、であの歌詞451をあのブラッドベリーさんの電子版の権利を買いまして、電子書籍として復活することができました。はい、これが中国語ですね。 iBooks ですね、これね、あの iBooks の美しいレンダリングです。これ中にフォントが埋め込まれているので本当に綺麗ですよね。あのシステムのフォントもデモしておりますか。あ、どうぞどうぞ。システムフォントにしてみてください。これは読めないでしょ。
ほら、ところどころゴシックになってるの分かります？明朝にですね、簡体字シンプリファイドに、簡体字と言われる中国の本土で使っている文字にフォールバックできる、と同じ字形についてはところどころですね、ゴシックに化けることがあるんですよ。大変にまだまだ中国語は安定しない状態です。なのでもう本当埋め込んで表示しないことには難しいですね。ありがとうございます。それじゃあですね、今いろいろ中国関係のお話を伺ったんですけども、僕は1987年まで台湾は戒厳令があったということを知ってですね、びっくりしたんですね。ですからやっぱり そういうことでも、まあかなり日本との状況ってのは随分違うと思うんですよね。で、今これからのちょっと話はですね、一体じゃあこういう今人口が2400万、まあ、2200万から2500万ぐらいの、それから華僑の方たちの数を入れても、まあ、3000万から5000万ぐらいの、そういう市場の中で中国語を対応して、しかし台湾から本土に、行くというようなことをさっきちょっと語られたと思うんですけど、これはどういうふうにやられてるのか、台湾から中国へですね、どういうふうに今そのジンマッパーを送ってるのか、この辺のお話をちょっと伺いたいんですけど、今は中国には東茶という唐辛子の唐、お茶の茶、唐茶というの小さな電子書籍の会社があります。そこの社長さんはもともと書籍の編集者、彼は本が好きだから起業した。彼はもともと編集者だから中国の規制がよく知れてる。彼は自分に出したい本を台湾から香港から世界中から探して、そしてその規制の範囲内で出版する、自分の店で出版する。その DM フリーの EPUB と Android と iOS アプリもあります。DM フリーでしょ、実際には海賊はないよ。彼には売っているの本が海賊はないよ。ちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、中国って本当に海賊版大国なんですね。ちょっと神楽さん、坂さんに見せてもらった、ちょっと立ち上げておいてもらえますか。よくなったら例のテキストサイト見せて、ちょっと見せてもらいただきますけど、本当にすごいんです。海賊版がものすごく横行するんですが、で当茶を通して私Gマッパーを DRM フリーのGマッパーを当茶を通して EPUB で販売してるんですが、そこからですね、 EPUB の海賊版が出るんじゃないかということを私もボービーさんもちょっとすごく恐れてたんですね。もうこれ出てしまったら、もう1回でも出てしまったらもう、あ、いいですか、じゃあお願いします。いいですか、はい、これがですね、これウェブで検索します。これチャンバラ小説ですね、仁陽というチャンバラ小説、武教小説の台湾版の言い方なんですけど、を探しますよというふうにすると、こういうふうにもう Google の1ページ目か2ページ目までにですね、こういうふうに海賊版のサイトがやってきます。でここでクリックするとテキストサイト、フルのテキストが丸々読めてしまいますという状態でして、基本的にただのテキストで何でもかんでも読めるっていうのが中国本土の事情なんですね。これちなみに台湾の本ですけど、これもあっという間にテキスト中国に上がって海賊版が出てしまう。そんな中で EPUB の DRM フリーの EPUB なんか売ったらまずいだろうと思ったんですけど、実はこれが、ね、ないんですよね。ボビーさんの説明によると、その EPUB 版の人マッパーが海賊版で出回ってるという証拠者の状態を私も確認してませんし、ボビーさんも確認してない。やはり中国の人たちも自分がお金を払って買ったものはですね、放流しないんですね。まあ海賊版のことをよく論議に出るんですけども、海賊版っていうのはやっぱり基本的には読みたいのに読めないということが一つベースにあるとですね、なんとか必死に読もうとするっていう、まあ、なんていうかな、悪意というよりもむしろ善意に必死に読みたいというところが非常に大きなこう動機になるということは言えるんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりどんどんやっぱり出すべきだと思うんですよね。正当なものをどんどん出すべきだと、正当なものをどんどん出さないで、あるいはまあもちろん政治的に出すことができないような状況っていうものがあるとですね、
ここはやっぱりその人間というのはやっぱり必死に読みたいということがバイアスがかかってきて、これが結果的にその、まあ、今ご覧になっているような圧倒的な それもこれテキストですよね、丸々テキストデータで出るわけですから道理でもできちゃうじゃないですか。こういうことが起こってきちゃうということですよね。だから藤井さんの場合はこれはまあ一つの正当な方法で中国の当茶っていう、はい、を使って当茶のその出版社の親父さんっていうのがなかなか今説明にあったみたいに非常にその自分の好きなものをやるというようなですね、はい、こういう関係もすごくね、ユニークだっていうか面白かったんじゃないかと思いますけどね。そうですね。例えばその梁大さんのこの一冊は中国には禁書ですよ、禁書ですよ、売れないよ。しかしその海賊サイドはどっちでもこのテクストファイルをダウンロードできる。中国にはこんな形ですよ。時々に中国の人はその規制のグランドファイアウォールを越えて台湾の電子書籍の出店から買うと、こんな形もあったよ、こんなこともあったよ。規制は中国の規制は本当に規制があるからこそ海賊版が横行するという部分面もありますね。私も当茶の契約書、当茶との出版契約書ボビーさんから見せてもらったんですけど、なかなか信じがたいものが、いや一私企業と出版社が交わす契約書の中に国家の統一を妨げないこととかですね、もう本当にそういうふうに書いてあるんですね。あと国家のと、あと犯罪を誘発する情報が掲載されていないこと、これは例えば誘拐の方法であったりとかクラッキングの方法であったりとかそういうものを禁止するために書いてあるんですとかですね、あと性的な興奮を煽るものはダメですとかっていうふうなものが本当に事細かに一私企業と交わす契約書にすらそれが書かれている。その契約書を持ってるからこそ当時はその安心して私たちが保証するから大丈夫ですよということで保証するから出せてるんですけど、もう本当に国が違えば規制が違えば、ね、出てこないわからない話もたくさんあります。でそういうところとですねコミュニケーションするときに日本人が一人でですね中国の企業にの門を叩こうとしてもですね難しいですし、中国に会社を作って儲けてもですね、そのお金を日本に持ってくることも難しい、そんな状況がある中で台湾のパートナーまたは、まあ、台湾かシンガポールとかのパートナーをです、ね、ちゃんと作って進出していく仲間を作っていくというのはです、ね、非常に大きな話です。嬉しく思ってます。私も本当にこのボビーさんというパートナーを得ることができて大変嬉しく思ってます。もう一つにはその反対字と反対字の問題、これは昨日探したの材料ですよ。素晴らしい。その常用文字の状況で一番の問題はその一つのその漢字反だ、簡体字には一つの文字で、繁体字には多数の文字を対応する。このあたり。だからそうです、ね、もし最初には繁体字から簡体字へ転換すると、多少の用語が違うけど、それはそのロカルライズとして修正できる、ほぼが問題がない。逆に、初めは簡体字に翻訳されて、反対字に転換するときには必ず誤字が出る、構成が必要です。これも結構苦労ですよ。今すごく大きなヒントがありましたよね。中国反対字を作ってから簡体字にするんだったら割とスムースにいくと、先に簡体字を作っちゃうと簡体字にするのは難しいというですね、非常に大きなヒントだと思いましたね。で最後にですね、もうちょっと時間がなくなったんですけども、はい、最後に僕はまあ、ボビーと藤井さんがこの仕事をされる時の、まあ、その局面に僕は立ち会った人間だったんですけど、その時に藤井さんがですね、ボビーはまあご覧の通りですね、台湾のもう本当にインディペンデントのフリーランスの男であったわけですけども、この男を通じて藤井さんがやっぱり日本でこれだけの影響を持ったジンマッパーを出そうということをまあ、決意されたというかは、まあ、決断されたということは非常に大きなことだったと思うんですね。それで僕はその時にこのお二人の会話を見てたわけですけども、藤井さんがこうおっしゃったんですよね、冒険してくださいと、思う存分冒険してください、あれをするなこれをするなって藤井さんは決して言わなかったですね。冒険してくれて、僕はそのことは、ね、すごく印象に残ってるんですよ。でそのことをちょっと最後に皆さんに伝えて終わりたいと思いますが、
ありがとうございます。すごくいい話になっていい話でしまってしまいましたけど、実際にあのボビーさんが本当にいろいろとやってくれて、あのこういう仲間ですね、私はジーマップを出すためにボビーさんとつながって出してもらったんですけど、私は今あの歌詞451の台湾版のあのライツホルダー、台湾の電子版のですねライツホルダー半分ですけど、でもにもなることができました。で、あのなので一つあの出ていく口を作ったことで、逆にですねあのボビーさんからもらったものもすごくたくさんありますし、あのアジアの電子書籍事情なんていうのも本当に分からなかったところですね、あのいろいろと教えてくれますし、まさか中国本土に入れるなんて、特にね去年は尖閣諸島の問題があったりとかして、日本の出版社はほとんど基本的に中国本土に行けなかった時期なんですよね。その中でこう 出てくるところもできた、本当にあのパートナーがいる、あの信頼できる仲間がいるというのはすごく素晴らしいことだなと思ってます。またあの来年も頑張りましょう。またこれからも本出しますんで、どんどんやっていきます。はい、ではあの時間になりましたんで残念ですけども、ここであの締めたいと思います。あの藤井さんとあのボビーにどうぞあの温かい拍手を送ってください。どうぞよろしくお願いいたしました。今度はもともと iBooks とは台湾開店用意したの宣伝用の小さな中国版のカードですよ。あ、皆さん持ってください。ここだけの限定アイテムですよ。はい、どうもありがとうございました。はい、以上でこちらのブース終了となります。藤井さんとボビーさんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。